この動画ね、フォロワーズ面白かったっていう人は絶対見ないでください。面白くなかったっていう人同士でちょっとワーキャー言いたいっていう動画です。はい、どうも、市原優です。フォロワーズですよ。見てない人やめましょうね。Netflix で、配信されております。すごい今宣伝もやっていて、監督が蜷川実花さん、カメラマン出身の、僕大学の時とか当時はめちゃくちゃ蜷川実花さんってね流行ってますし、なんかパルコで個展とかもやったりして、まあすごい派手な色でね、アグファとか使ってるようなねフィルムで、エモい、いわゆるもうエモいの先駆けぐらいのね、エモいの先駆けってなんだ、ちょっとガーリーな力強いっていう写真をね、まあ、そのままもう映画にベンって落とし込んだっていうような、ヘルタースケルターとかサクランとか、そういうの撮ってらっしゃる監督ですね。主人公の、夏目役が池田エライザさん、まあちょっと全然売れない女優をしていて、まあ芸能界にちょっといるんですけども、どんどん売れたいんだけど思うようにいかない、リッチな理想的な、力強い生活をしているカメラマン役に、中谷美紀さん、もうざっくり9話分言いますと、その後売れていくんですけども、ちょっとした要は炎上騒ぎみたいなのを、主人公が起こしてしまって、また不人気になって、私女優辞めるやなんやと言いながら、リミはリミで、子供が欲しい、こんな年齢でやばいっていうことにもがきながらですね、仕事と子育ての両立なんてできるのかみたいな展開になっていって、最終的には、自分の居場所を見つけると、もう脇を固めるね出演陣は、非常に皆さん豪華なんですけども、豪華なんですけども、すごいね俳優陣のね、モチベーションというか演技力とか、多分ねもうすごい方ばっかりなんですけどね、全く活かせてないんですよね。素材が全員死んでるぞみたいなね。もののけ姫がね、こう足ついて歩いたら草ヒュー生えるみたいな、で足つかなくなったら枯れるみたいなね、あれの逆ですよね。足ついたら全部腐るみたいな、ちょっと話したら成長するみたいな。全9話あるんですけども、まあ、僕らが見たいのって感情のね動きだと思うんですけども、感情の動きというか、どういうストーリーで彼女はどう考えて、で共感したり、ちょっとまあ共感できなかったり、でもああそういう生き方あるんだなとか、こう触発されたいわけなんですけども、女性のね生き方みたいなことを描いてるということに関して、僕はもう全く異論はないというか、ただまあ映画として見た時にどうしようっていうぐらいつまんないんですよね。何がこう面白くないって思われる原因かなっていうことをまあ考えてるんですけども、一つはやっぱりそのセリフ周りですね。安っぽいセリフ、日常会話でそんなこと言うみたいな、みんなのセリフがペラペラなんですよね。葛藤みたいなところをバッサリ全部切っていくんですよ。葛藤を切ってどうすんだみたいな、なんかその結果だけをね、どん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 積み上げて見せられていくっていう感じで、あ、出産しました、流産しました、結婚することになりました、男は変なやつでしたとか、なんかそういう、まあ、結果ばっかりを見せられる、結果の部分だけでできた映画みたいな。しかもセリフだけを見せていくんですね、編集でね。セリフじゃない部分は、ちなみにきらびやかな服とか街とか、なんか食べ物ばっかり映ってるんですけど、そんなもんではどうでもいいんですよ。あ、もうアルフォンソ・キュアロンのローマ見とけばよかったなみたいなね、気持ちになりましたね。池田エライザさん演じる夏目がね、ともかくね全然好きになれないんですよ、最後の方まで。まあ夏目は最初ね、こう映画にすごい詳しくて、私は女優になりたいんだみたいなことで頑張ってるみたいな、やるけどうまくいかないと、でオーディションも落ちていっちゃうと、で、リミに、写真撮ってもらったことで、まあ一気に有名になって、ただモデルの仕事ばっかりで、私はなんか女優がやりたいみたいなこと言って、まあナイロンとかね、有名なその青文字系雑誌の内容とか決まったりして、いやもうこれすごいことですよ、全く売れてないことからしたらね。最初は楽しいんですけど、やっぱり反発して、面白くないとか、こんなんやりたくないとか言ったりしだすんですけど、まあ、僕の周りにもね、女優さんとかまあいろいろ話したりしますけど、そんなやつ一人も見たことないですけどね。そんな、そこリアリティないだろみたいな。だからまあなんか変な話、主役とかその主役級の人たちよりも脇役の方が面白いんですよね。まあそれもでもね、群像劇が多すぎて結果ばっかり描かれるんですよね。結果こうだった、
で、私一瞬悩んだ。でもちょっとした一言で蘇ったみたいな。ほんでね、CM の現場行ったら、スタンドインって言ってね、女優さんの代わりに、ここに沢尻エリカさん出てきたりしてね、そんなちょっとそういう話題作り、どうでもいいんですよ。その、有名人出てくるみたいな話題作りで、それがもうなんかダセーっていう感じはするんですけど、有名人で映画見せんじゃねえみたいなね、内容で見せろよって思うんですけど、ちょっと話ずれましたけど、そう。それでスタンドインしてるところに、制作担当なのかちょっとわかんないんですけど、が、ちょっと、あ、もうお前のことなんか誰も見てないからとか、そういうあからさまのね、嫌味を言うんですよ。ちょっとお前の演技なんか誰も見てないよとか。そんなことね、言いませんよ。本当に現場でね、そんなスタンドインだからって女優さんにわーわー言う人、僕はもう見たことないですよ。いんのかもしんないですけどね。そう思うとちょっとゾッとしますけど、ただなんかそういう風にあからさまにもうみんながいる前で、お前のことなんか誰も見てねえからなって言う人なんかいます？いませんよね。言わないけど、傷つくことってありますよ、現場でね。あ、私は主役じゃないんだな、みたいな。そういうシナリオかけよ、みたいなね、ところありましたね。めちゃくちゃ毒舌みたいになってるけど。いや、本当にそうなんですよね。やべえな、と思って。そうね、ほんで、なんか、夏目はね、こう、いろんなことがあったりして、もう、一回ね、世の中から干されたりして、私はもう女優なんかやめて田舎に帰るみたいに、ね、なってる時に、親友のね、友達にちょっと一言言われて、やっぱり私はここに残るみたいな、とか。いや、もうそんな簡単なの？あなたたちは、みたいな。そんな浅はかなやつは、そら女優になれねえよっていうのが正直なところですよね。キャラクターとしてですよ。別に実際はってことっていうよりも、見てるこっちが、いや、そんな人にそら魅力ないし、なんか、そもそも売れたのがもうなんか作り話しすぎて、なんかちゃんちゃらおかしいというか。だから後半ね、変な話も自分の力でどうにか頑張ろうっていうところはどっちかと共感できるんですけども、なんかそれまでのなんか華々しいシンデレラストーリーがもう、しょうもなすぎるというか、リアリティがなさすぎて、結構派手な生活とか、すごいブランドに囲まれてるみたいな描いてるっていう、そこで ぶっちゃけね、なんかパーンってなってても僕いいと思っていて、それは世界観なんで、それに長美香さんらしいと。ただなんか、人間が見えないんですよね。人間が見えないから何をっていいか分かんないし、何見ていいか分かんないみたいなことで、本当にね、なんかこんなに偉そうに言って申し訳ないんですけども。あとね、ほんと細かいことで言ったら、全然売れてない、その夏目とかね、その周りの子たちが、いいブランドの服着てるっていうところに僕はめちゃくちゃ違和感ありましたけどね。みたいな、そんな高いブランドのそんな服着てるみたいな。俺やったら絶対1枚も持ってへんで、それっていう。そういう、そういうツッコミありますよ、本当に。いや、わかりますよ。いろんなね、ブランドとタイアップしたり、コラボしたりして、そういうところで工業的にも面白くしていくっていうのはわかるけど、なんかそのわかんないようなもん着たらいいのに、わかるようなもん着てったりするし、派手なものって全然安くてもね、下北沢とか高円寺とか、あとはね、原宿とか行ったらね、シカゴとか行ったら売ってますよ。すごい個性的なファッションでお金をかけなくても、自分らしい着こなしをしているみたいなとかいると思うんですけど、そんな備えに全部ブランドでガチガチにやって、世界観を守りたいがゆえにストーリー犠牲にしすぎてないっていうようなとこもすげえ気になりましたね。そうですね。あとはね、こう女性のその強く、生きていくとか、社会とか男社会みたいなものに負けずに生きていく、そういう厳しさとか難しさとか、そういうことは描かれてると思うんですけども、いや、なんかそれに対抗する手段が果たして全部仕事なのかっていうところはありますよね。自分のやりたいことをやってないとダメなのかみたいな、そのメッセージ性がね、濃すぎて、逆に圧迫感のある映画だったような気もしますね。気になる人はね、もう1話目見てもらったらいいと思いますけど、1話目で面白くないって感じた人はもう2話目以降一切見なくていいですね。2話目以降で何か逆転することは一切ないので、もうこれはちょっと嘘つけないです。すいません。悪口言ってすいません。